この音じゃ全然ダメ。こんな曲じゃ足りない。でもそれじゃ足りなかった。見つけられなかった。誰も救えない。ねえねえ、ケイ、サビ前の演出こんなの考えてるんだけどどうかな。おーい、ケイ、かなで。ごめん、何か言った？サビ前をどう見せるかって話、送ったやつ見てくれた？今から見る。もう反応悪いけど大丈夫？寝不足なんじゃない？大丈夫。ねえケイ、少し休んだら？平気。あ、そう。ああ、ところでさ、次の曲の作詞って誰がやるの？ユキも帰ってこなさそうだし、そろそろ決めないとなって。私がやる。え？歌詞だけじゃない。ユキがやってたアレンジもミックスも私がやる。いやいや、さすがにきつくない？ただでさえケイは作曲が大変なんだし、ユキの代わりを探した方が。そんな時間はない。私は作り続けなくちゃいけないの。もっとたくさん曲を。でもケイ。邪魔しないで。ケイ、邪魔ってそんなつもりじゃってこれもう聞こえてないっぽいね。今は話すの難しそうだし、そっとしとこっか。そうだね。ダメだ、ギターの音が細すぎて浮いてる。でもこの繊細さがないと。あれ、なんだろう、座ってるのになんだかフラフラする。昨日から何も食べてない。でも食べる時間なんて。あ、オーンの新曲。はあ、光の届かない暗い海の底にいるみたいな音。初めてKの曲を聴いた時は少しだけ救われたような気がした。でもそれじゃ足りなかった。見つけられなかった。結局救えたような気になってただけ。勝手に自分の曲でユキを救えたって思って、自分も救われたような気になって。うん、違う。それでもやらなきゃ。誰かを救える曲を作れないなら、私は。でも本当にこれ以上作り続けて意味はあるの？奏はすごい才能を持っているよ。きっと音楽に愛されているんだ。奏はこれからも奏の音楽を作り続けるんだよ。お父さん、もう作り続けられないよ。お父さん、これ私の曲だよ。パソコンで作ったの。一人で？すごいじゃないか、奏で。聴いてもいいかい？うん、素敵な曲だ。
奏ではこんな優しい曲が作れるんだね。きっと天国のお母さんも喜んでくれてるだろうな。本当？よかった。私ね、お父さんみたいな曲が作りたくて頑張ったの。奏が僕みたいな曲を？うん、お母さんもお父さんの曲が大好きだったから。お父さんの曲を聴いてるとき、お母さんすごく幸せそうで、だから私もお父さんみたいに聴いた人を幸せにできる曲を作りたいの。奏、そうか、嬉しいよ奏。お父さんももっと頑張って、みんなを幸せにできる曲をたくさん作るぞ。私も大きくなったらお父さんみたいな作曲家になれるように頑張るね。はいはい、もっと時代に合ったアレンジを、ですか。わかりました、ありがとうございます。失礼します。全時代的か。お父さん、晩ご飯できたけど大丈夫？ん？ああ、奏、もう夕飯の時間かい？うん、お父さんお昼いつもカップ麺でしょ。夜くらいちゃんと食べなくちゃ。でもまた作るの失敗しちゃったから、レトルトカレーとスーパーのお惣菜だけだけど。十分だよ奏、たくさん食べて頑張らなきゃな。ありがとう。今度の CM ソングのコンペはどうしても通りたくてね。もしかしたら作曲家としての分岐点になるかもしれない。そうなんだ。私応援するね。ご飯いっぱい食べて頑張ってね。ダメだ、どうして何のアイデアも出ないんだ。あと少しなのに。お父さん、晩ご飯だけど。すまない奏、先に食べていてくれないか。ねえお父さん、その曲少し聴かせてもらってもいい？え？ああ、少しだけなら。悩んでるのってここ？それなら例えばこんな風にしたらどうかな。これは、あ、ごめん、ふっと浮かんだのを打ち込んじゃったから変かも。そうじゃない、素晴らしいアレンジだよ奏。どうしてこんなやり方が？え、なんとなくこうした方がいいかなって思って。奏はすごいな。お父さん